第11話、東アジアの知事の2回目のお話をしたいと思います。今回は前回に引き続き中国の自然環境についてお話ししようと思います。前回は中国の地形でしたが、今回は中国の気候ということになります。気候といえばですね、まあどういう要素が、その気候を決定づけるかっていうことで、例えば緯度であるとか、まあ大陸の、まあ配置であるとか、あるいは季節風であるとか、まあそういうようなお話をして、その結果、まあ、AF であるとか、熱帯雨林であるとか、CFA、温暖湿潤であるとか、まあ、あるいは砂漠であるとか、そのツンドラであるとか、そういう気候区分ができるんだよというようなお話をしました。で、この中国の気候というのは、まあ、ある意味、その、系統地理のところでやった、その、気候の、まあ、要素、要因っていうものが、割と教科書通りに、この気候区分に反映されているので、気候を復習するのにとってもいいんじゃないかっていうふうに思います。ですから、ちょっとね、典型的な、こう、パターンがいろいろ出てきますので、こういったところを、こう、見ていくといいんじゃないかなというふうに思います。一つはですね、この中国というのが、ユーラシア大陸の、東の方にあるというのが、まあ、一つ大きな気候の要因ですね。で、昔こういうことをお話ししました。海があって、陸があって、大陸の西側と大陸の東側でどう違うかっていうようなお話をして、いたと思うんですけれども、基本的に中緯度帯は偏西風、こういうふうに、だーっと、西から東へ、まあ、風が吹いているわけですね。そうすると、ここ、大陸の西側は、海の、影響が、だって、こっから、海からの風が吹いていくから、海の影響が強いわけですよね。そして、大陸の東側は、陸からの風が吹いているから、陸の影響を受けやすいっていうことになるわけです。西岸性気候と東岸性気候ですね。そうすると、海は熱しにくく冷めにくい。陸は、まあ、熱しやすく、冷めやすいと、ね、いうことになるわけですね。例えば、海、ね、私この夏海に行ったんですけど、海の砂って、その、例えばカンカン照りの時って、あちちちちって熱い熱いっていうわけですよね。で、海に入ると、まあそうでもなく適温なわけですよね。例えば、じゃあ夜になったら、この砂ってちょっと冷えて、歩きやすくなってね、夏の夜の海なんていいもんですね、歩きやすくなったなって思う。そして、案外夜の海にバッ足をね、バッと踏み入れてみると、案外あったかかったりするわけですね。ってことは、陸の方が、あちちちちから、ああ、なんか冷えてね、冷たくて気持ちいい。海は、ね、ちょうどいい温度だな、ちょうどいい温度だなっていうことで、海の方が温度変化は、少ないわけですね。陸の方が温度変化が大きいっていうことになるわけです。そうすると、この東、中国もユーラシア大陸の東にあるので、基本的には、その、熱しやすく、冷めやすいという陸の影響をまず受けています。そして、陸の影響を受けるということは、熱しやすく冷めやすい陸の影響を受けている。ということはどういうことかというと、中国というのは陸があって海があるんですよね。どちらかというと北西に陸があり南東に海があるわけですね。そうすると内陸は熱しやすく冷めやすい。そして、海辺は、熱しにくく冷めにくいということになるわけですね。そうすると何が起きるかというと冷えたら、物って、体積が小さくなるわけですね。気体の体積は小さくなるわけですね。そうすると、冷えると、その、
気体がヒューッと収縮して密度が上がるわけですね。密度が上がると重くなるからぐーっと我々を押すわけです。ということは、冷たいものの上にあるものは、上にある気体がヒューッと、密度が高くなる。収縮して密度が高くなって我々の上にギュッと押していくっていうことは高気圧になるっていうことですね。ですから冬は陸地に高気圧があるんです。そして、夏は海に高気圧があるんです。冬は陸地の方が冷やされて寒いからね、こっちに高気圧があるわけです。例えばシベリア高気圧のようなね、高気圧があるわけです。そして、夏は海の方が比較をした場合に、陸よりも温度が低くなっているから、その上空では夏は総じて温度が高いんですけれども、比較をした場合海の方が陸よりも冷えてるっていうことで、こちらが高気圧になるわけですよね。そうするとどういう風になるかっていうと、冬の方が大陸に高気圧があるから、冬は陸から海に、北西の季節風が吹くんですよね。日本でもそうですよね。日本はこの辺にあるから、その大陸から北風が吹いていくわけですね。北西の風が。そして夏は海の方が高気圧なので、海から陸に向かって、風が吹いていくわけですね。しかも湿った風が吹いていくわけですね。そのシベリアの高気圧と、その小笠原のあたりの高気圧、これがギュ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 っていう風になって、せめぎ合うっていうのが、この季節風モンスーンっていうことになるわけですね。そして3つ目の要素は、中国のこのあたりですね、日本列島がここにあるんですけれども、この日本列島に至るこういう感じ、これは暖流が洗っているわけですね。暖流ですので、冬場も比較的温暖で、この辺り、その暖流が洗っているこの辺りは冬場も比較的、その湿潤なわけですよね。温められた水蒸気を含んだ空気が、湿気がここに、覆いかぶさってくるわけです。ということで、この3つの要素、大陸の東側であること、そして、夏は湿った南風がこう吹いていく、そして冬には陸ですので、乾燥した北西の風が吹いてくる、そしてこの沿岸部は暖流の影響を受けて年中湿潤であると、そういったことを、全部総合すると中国の気候になっていきますよっていうことになるわけです。さて、じゃ あ見ていきましょうか。まずは順番で見ていきますか。まず内陸の方から行くと、基本的には内陸の乾燥した、地域がまず登場するわけですね。それがこれです。まずこの辺りですね、塗っていきます。まず、モンゴルから中国にかけてゴビ砂漠、あとはこちらの方にビヨって伸びてタクラマカン砂漠あたりまで、砂漠気候。そして、結構大きいのが
ずっとこう来て、こう来て、こう来て、この内側ですね。こう来て、こう。こう。こうですね。で、ちょっとパキスタンのあたりまで、入る。これが、砂漠の周りの乾燥気候ですので、BS、ステップ気候になるわけですね。砂漠気候とステップ気候がこのようにあるということです。この上の方、北の方にでっかく囲っているこの部分が DW、冷帯等気象気候ですね。ですので、大陸の東側は、どちらかというと乾燥していると。こちらの方が海の影響を受けて、どちらかというと湿潤ですので、こちらが DF になるわけですね。うん、そして、この、陸からの、その冬乾燥した空気がわーってくるわけだから、冬乾燥しているよっていうことで、冬に雨が少ないということで、冬季少雨っていうことになるわけです。そしてこのあたりも、中国の、こちらですね、北京あたりも、ここも DW です。うまく書けるかな？ここも DW です。冷帯等気象気候。中国の首都北京なんかも冷帯等気象気候に入ります。がですね、私ね、こういうふうにこう社会科を教えてて、中国のね、この北京あたりは、冬は雨が少ないだろうっていうことで、もうそういう読みで行くわけですよね。北京に2回行ったんですよ、冬場に。ところが、2回とも大雨か大雪で、ね、なんか、なんだよ、冬季少雨じゃねえのかよっていうね、数少ない冬の北京の雨や雪に当たった、私はそういうね、運の悪い男なんです。そういった思い出がある、この、冷帯冬季少雨気候ということになるわけですね。はい。そしたら、じゃあですね、このあたり見ていきましょう。そしたら、ぐわーっとやっていきますよ。ぐわっと。ぐわっと、ぐわっと。そしてこのヒマラヤ山脈に沿って、ここがちょっとヒマラヤはみ出すんですけれども、こう来て、こう来て、こう来て、こう、ね、こう来て、こうっていうことになります。これが、この冷帯冬季少雨の、南側、この乾燥した、その、冬場の陸からの高気圧の風の影響を受けていますよということで、CW ですね。温帯の冬季少雨気候ということになります。ごめんなさい、小文字ですね。温帯の冬季少雨気候。そして、ここにビヨッとちょっとはみ出て、この香港あたりも CW の代表的な地域として知られます。はい。まずは、大陸の内陸は乾燥しています。そして、冬岩性の気候になっているので、陸からの影響を受けやすい。陸といえば冬乾燥だろうということで、DW と、CW が出てきます。しかしですね、この辺の CW と、この辺の CW はちょっと話が違って、やっぱりこのここからここまでの比較的南の方のこの台湾より南ぐらいのこの CW は海からの季節風、湿った海からの季節風の影響がものすごいんですよ。特にこの南からの湿った風がぶち当たるこの
ヒマラヤ山脈の南の縁、南縁、特にこのインドのアッサム地方なんか、この辺りなんかは、ものすごく雨が降るわけですね。ですので、この CW 気候の、まあ、この辺、台湾のラインからこっちは、冬季少雨っていう傾向があるんですけれども、だから、冬季少雨気候っていう、その、まあ、CW っぽい CW なんですけれども、こっちの方の CW は、特別枠で、夏めちゃ降る気候みたいな感じなんです。ね。冬季雨が少ないっていうのがこの辺だとしたら、この辺からこっちは夏めちゃ降る気候ですね。香港とかも、この湿った暖流からの、まあ、暖流があり、夏の季節風もあるから風がボーっと吹いてきて、ここでめちゃ降るわけですね。ですから、まあ、冬季少雨気候というよりも、夏めちゃめちゃ降るから、比較すると、まあ、冬もそこそこ降るんだけど、夏がその10倍以上みたいになんかバカみたいにめちゃめちゃ降るから、冬季少雨に見えるというような感じの、こういう意味の CW なんですね。そういうふうに、押さえておくといいと思います。そして、はい、ここですね、この暖流が洗っている、この中国の南東の部分、ここは冬でも比較的この暖流からの水蒸気がモクモクモクっとやってくるので、ここが CFA 温暖湿潤気候ということになるわけです、ね。陸とその東西の関係、乾燥しがちですよ、内陸は乾燥してますよ、冬に乾燥しますよ、雨が少ないですよ、夏に雨がむちゃ降りますよ、この辺りは暖流に現れているところなので一年中比較的湿潤ですよっていうのが、この中国のここにね、一気に凝縮されていると言っても過言ではないわけですね。今まで習ったところが。さあ、そしたらその他のところちょっとずつ、行っていきましょう。続いてですね、塗り忘れじゃないの先生っていうところがいくつかあります。はい、ここですね、ここ。ここは、CW、温帯冬季少雨気候の、まあ、もうちょっと標高が高いので、もうちょっと寒いということになります。ここも DW ですね。冷帯の冬季少雨ってことになります。そして、そして、ここですね、ここ。この部分。この部分は、チベット高原で、やはり、標高がえらい高いので、えらい寒いんです。ですので、ここは気候で言えば祭壇月も10度を超えないような、つまり、ツンドラ気候がここにあるわけですね。しかしツンドラと言ってしまうよりも非常に標高が高いがための、だから高緯度だからツンドラっていうわけじゃなくて、標高が高いツンドラですので高山気候っていうことに属するということになっているわけですね。で、人はどこに住むかというと、こう、まあ、やっぱ寒い、超寒いので、中では寒くないところに住みたいから、このチベット高原の中でも、少しだけこの辺り、ステップ気候があるわけですね。これが、BS の部分がちょっとだけあるんですよね。ここに、そのチベットの中心部のラサっていう町が あります、ね。このツンドラ気候の、まあ、高山気候と言ってもいい、この中にちょっとだけ、
ステップがあって、ここがラサという町があります。よく、ウォンズとかで取り上げられる町ですね。そして、その南側、南側になると、熱帯がこの辺りあります。まあ、インドの方にもなってくるんですけれども、こういう感じで、モンスーン気候ですね。だから、海からの、その、湿った空気がバーって上がってきて、夏雨が降りがちであるよっていう、モンスーン気候になるわけです。もうちょっと乾燥するところに行くとサバナになるんですけれどもね。そして、このあたりも、サバナ気候と、モンスーン気候。この中国の南にハイナン島っていう島があるんですけれども、このハイナン島も微妙に、だから、北西は冬場の乾燥した北西季節風の影響があるから、冬雨が少ないっていうサバナ気候になって、ちっちゃい島ながらもこちら側になると、夏の湿った空気がわーっと上がってくるっていう方を重視して、モンスーン気候になっているっていうことです。台湾自体は、基本的には、温暖湿潤の島です。はい。これが主な、中国の気候ということになります。それでは、今見てきたような、気候を、代表的な街のウォンズで紹介していこうかなというふうに思います。まず、乾燥気候の方から行きましょうかね。中国の北西のかなり奥まったところにあるウルムチっていう街をちょっと見ていきましょう。ウルムチ。これは、代表的なステップ気候の街としてよく取り上げられます。まあ、もっと砂漠に入ったら、もう明らかに雨全然降ってないんで、わかるんですけども、ウルムチになると、ちょぼちょぼ、雨の形跡はあるよっていうような感じです。まあ、年間の平均気温はだいたい8度ぐらいですね。8度で、基本的に全体トータルで少雨だと、乾燥限界がだいたい8プラス7かける20。まあ乾燥限界の出し方は、ともかく15かける20だから、だいたい300ミリぐらいが乾燥限界なんですけども、ウルムチとかになるとだいたい280ミリとか、260ミリみたいなグラフが出てきます。年間の降水量ね。ですので、まあ、150ミリを割り込むっていうほど砂漠気候じゃなくって、ちょっとだけ雨降ってね、草ぐらいは生えますよっていうぐらいの雨の降り方をするということですね。そしてじゃあ次、もう一つのステップ気候の街としては、このラサっていうチベットの中心都市があるわけですね。ラサ。このラサになると、大体やっぱり平均気温は7度から8度っていうところになるんですけれども、夏雨が多いですよね。夏雨が多いから乾燥限界がちょっと上がっていくんですよね。それが何かというと、8プラス14かける20みたいな感じで、いくつになるんでしょうね。ちょっと計算はできないんだけども、440ぐらいになるのかな。440ミリぐらいが、乾燥限界になるところを、ラサは、430とか、これで、430とか、まあ、結構ギリなんですけど、420ミリぐらいの、そういう雨量で出てくるよと。そういうふうになります。もう、この中に入ると、基本的にツンドラだから、このウォンズで行った時に、一番上でも10度を、一番上のラインでも10度を上回らないみたいな、そういうね、街になるわけですよね。で、こういったツンドラよりは、やっぱりちょっとあったかいところに人が住みたいから、ここに人が集まってくるよっていうのがこのラサっていう街です。さて、続いてじゃあ、東の方行きましょうか。冬季小雨のあたり行きます。北京ですね。はい、
代表的なものはこの例大冬季賞は北京が代表的です。まあ、基本的にはこういう風な山形の気温と、夏雨が多いよと。でこの高さとこの高さを比べると10倍以上はあるよっていうところが特徴です。で冷帯ですので見分け方としてはこの一番下のグラフの一番下のところが、マイナス3度を下回ってますよっていうのが特徴的になるわけですね。そうするとしかし私はね、北京に冬行くわけですよ。晴れね、カンカン照りで晴れてると思ったら、しかしマイナス3度の上に雨がブワーって降ったりね、雪がブワーって降るからなんだよっていうのが北京の思い出です。続いて、温帯のところに行ってみたいと思います。まあ、北京がここだったら、こちらですね、上海です。はい、上海は比較的年間を通して、雨が多い感じがしますね。そして、何かというとこの夏の雨と冬の雨が10倍ほど差はないなっていう感じです。でも結構年間を通して雨が多いなと、湿潤ですからね。そして、温帯ですので、このグラフの一番下がった下、冬の気温が18度とか3度、マイナス3度、マイナス3度から18度の間に位置してますよというのが特徴です。そして、こちらですね、このちょっとだけ張り出している CW 気候です。 CW 気候、この辺もずっと CW なんですけれども、 CW 気候の中の夏雨めちゃ降る型、これがこの香港ですね。香港はこの夏雨めちゃ降る型なので、夏の降水量と冬の降水量が10倍ぐらいも違うね、っていうことですね。この短さとこの長さが10倍ぐらいも違うということです。で、例えば中国の、その気候で雨温図で何枚も表現する場合、同じぐらいのスケールでね、この何ミリ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 っていう、例えばこれが100ミリとかこれが200ミリとか同じようなスケールで描いてしまうと、時折この夏雨めちゃ降る気候はこの気温の山をボカーンと降水量の棒グラフが突き抜けることがよくあるわけですね。このあたりが、あ、なるほど、夏めちゃ降る気候だなと。だから冬雨が少ない冬季少雨というよりも夏雨がすごく降ってんだな。しかもこのグラフの一番下の冬の気温の点がマイナス3度以上、まあ香港なんてね、もっと暖かいのでマイナス3度から18度の間だな、温帯だなっていうことで、温帯冬季少雨気候っていうふうに、判断すればいいわけです。この辺りの町になると、もっとこの辺りの町になると、もっと雨温図はおとなしくって、こことこの長さが10倍以上あるという北京に似た形で、少しだけこの気温のグラフが上がっているっていうような形が、この辺のいわゆる温帯冬季少雨気候の形になりますが、こちらの方、南の方の温帯冬季少雨気候は、夏雨めちゃ降る気候というふうに押さえておくといいんじゃないかなというふうに思います。このあたりが代表的なものです。これをハイサーグラフとかで表す場合もあるんですけれども、中国の場合は割と雨温図で、分かりやすいので、このように表されます。全体的にね、中国の気候は分かりやすいっていうふうに考えておいてもらえればいいかなというふうに思います。最後にですね、土壌のことを少し話そうと思います。こちらが砂漠ですよね。例えばモンゴル高原ゴビ砂漠があって砂漠気候なんですけれども、ここの砂がこの北西の季節風に乗って、全体的、河北全体に
大きくばらまかれるわけですね。特にこの辺り、この辺り、大戸高原、前回もお話ししたこの大戸高原に、この砂漠からの砂が溜まっていくわけですね。これが寒帯土壌のレスっていうことになります。レスがこの辺りに、溜まっている、蓄積されるっていうことですね。この辺りがこう吹き上がって日本にもやってきて黄砂っていうことになるわけです。そしてですね、ちょっと忘れないうちにもういくつかどんどん言って、いきたいと思いますが、目安ラインみたいなのがあるので、それをちょっと紹介しておきましょう。この台湾からずっとこの中国の南のこのラインですね、海岸線がこうあるとしたら、台湾のちょい北からここがだいたい1月の気温が10度のラインです。1月の気温が10度になると何ができるかっていうと、米の二期作ですね、お米がね2回取れるっていうラインがこの辺りのラインになります。そして、前回お話ししたこのライン、このラインですね、この秦嶺山脈とホワイ川のこのラインが何かっていうと、年間の降水量が1000ミリのラインになるわけです。年間の降水量ね、こちらが年間の降水量が1000ミリ以上、そして年間の降水量が1000ミリ未満っていうことになります。そして、斜めにこう走っていくんですけれども、これが何かというと、こういう感じで斜めに走っていきますね。これが1月がマイナス6度のラインです。1月がマイナス6度のラインだから、このマイナス6度のラインに沿って、DW ですね、最低の月がマイナス3度より下回れば DW なので、このマイナス6度よりちょっと南の側も D 気候が出るっていうことですね、これがマイナス6度のラインがここにあるということになるわけです。そしてこのラインですね、だいたいこの両島半島の付け根あたりからこういうのが北緯40度のラインです。このラインより上に行くと、だいたいほぼほぼその冷帯気候ね、乾燥帯または冷帯になります。そしてマイナス6度、標高の面からマイナス6度のラインがこうあって、でこのマイナス6度周辺に、D 気候冷帯がありますよと。そして秦嶺山脈ホワイ川の河北と河南を分けるラインが1000ミリ未満、1000ミリ以上、このラインが1月10度のラインで、このラインが農業に大切な二期作ができるよっていうラインですね。これより南が二期作ができますよっていうことです。そして、土壌で言えば寒帯土壌の代表格であるレスがこの辺の高原で、何かというと冬のこう吹きさらしのね、乾燥した風に、この砂漠から飛んできた風がここに溜まって、一つの土壌になっているっていうことです。今回はここまでです。